Hi everyone. Thank you for attending my presentation. 英語はここまでで、今から日本語で、発表させていただきます。それでは、エンタープライズ適用に向けたネットワークログ採取の課題と取り組みと題しまして、富士通株式会社の古川が発表させていただきます。本日はよろしくお願いします。少々お待ちください。失礼しました。まず自己紹介からさせていただきます。私の名前は古川雄志郎です。富士通株式会社に所属しておりまして、主な業務としては、プライベートクラウドの運用管理のソフトウェアである、サーバービューリソースオーケストレーター、通称 ROR の開発に携わってきました。その後パブリッククラウドである富士通クラウドサービス K5 の設計開発に携わってきました。これを経て現在はオープンスタックコミュニティのニュートロンで以下の開発に従事しております。一つ目は本日の発表内容でありますネットワークパケットのログ採取 API の設計開発、二つ目に富士通のネットワークのベンダーのプラグインですね、ML2 プラグインのメカニズムドライバーの開発を行っております。3つ目は、ベアメタルサーバーの配備のプロジェクトである、アイロニックというところと、ニュートロンをインテグレーションすることで、マルチテナントを実現しつつベアメタルサーバーを配備するっていう、ベアメタルサーバー そのマルチテナント配備の対応の取り組みを行っておりまして、4つ目に関してはDVR というのは、ニュートロンにルーターがあるんですけれども、その分散仮想ルーターですね、 DVR におけるさらに SNAT の機能も分散させようというところの設計を行っております。本日はこの一番のところの発表になります。アジェンダですが、このように発表していきます。まず開発のゴールと、私が今回開発に取り組んでいるもののゴールと、それとオープンスタックの現状、そしてこれまでの取り組み、リバティに向けてどういう取り組みしてきたか、三鷹に向けてどういうことをやっていくかということについて簡単にご紹介した後に、現在まだフィックスはしてないんですけれども、提案中であるネットワークのパケットログの API のパケットログ採取の API の簡単な概要と、少し性能を測りましたので性能について発表できればと思っておりまして、最後に今後の取り組みという順番で発表させていただきます。まず開発のゴールと現状についてなんですけれども、私の今回開発の目指すべきゴールとしましては以下の2つであると考えています。1つ目に、何かトラブルが運用中に何かトラブルが発生したときに迅速かつ確実に原因究明ができること、これを満たす必要があると考えております。やはり、オープンスタックをエンタープライズに適用するっていう目標 を掲げているので万が一トラブルが起きたときでも何が原因でどういう修正を適用すればこのエラーは解消されるのかっていうことを正確に迅速に把握してお客様に正確に伝える必要があるので、この一番というのは必ずやるべきことだとしています。2つ目としてはお客様が正しくネットワークのセキュリティの設定ができるということです。これは何を言っているかというと、実際にニュートロンではセキュリティグループやファイアウォールといったフィルタリングのものですね、何を通す何を通さないっていうふうなセキュリティの設定ができるんですけれども、お客様がそれを設定されたときに本当に正しく通すべきものを通して弾くべきものを弾いているのかという確認がやはり作った後に必要になるので、そこの確認ができる機能としてセキュリティ設定ができるというのは必要な機能だと捉えております。でこれをオープンスタックのロールとして考えてみると、インフラ管理者としてはやはり一番を満たすためには実際にサーバー側で API のログと発行されるんですけども、そういったログを
見て、どういったAPI が投げられて、どういったエラーが起きたのかっていうのを集めて、閲覧できるっていうことが必要です。また、テナント利用者、お客様に関しましては自身で作成したファイアウォール、セキュリティグループのルールっていうのが正しく設定できているかどうかっていうのを確認するっていう機能が必要になります。ちょっと繰り返しになりますけれども、なぜやっぱりパケットログの採取が必要なのかっていうことで、もう一度説明したいと思いますが、やはりお客様としては自分で設定したルールっていうのが正しく設定できたかどうかっていうのをどうしても確認される必要があるので、例えば下の図で言うと、VM とネットワークとサブネットとルーターというニュートロンの基本的なリソースで、このようなネットワークを構成したときに、セキュリティグループというのは VM のポートごとに設定して、ファイアウォールというのは仮想ルーター上で動いておりますが、それぞれファイアウォールにはルール設定しまして、セキュリティグループにも同様にルールを設定します。でこの時にこの紫色のパケットは通さない、破棄します、ドロップします。そしてオレンジの通信だけは通しますというふうな設定をしたときに、実際に設定はしたけれどもどのルールが評価されてパケットが通過したのか破棄されたのかっていうのはどうしても設定するだけだと確認ができないので、それを確認する必要があるというところでパケットログの採取機能というのが必要だと位置づけました。ですので、やはりゴールとしてましては、インフラ管理者が複数の API の、複数のサーバーから API の実行ログを閲覧可能であること、そしてお客様、テナント利用者としては作成した、セキュリティやファイアウォールが、正しく設定できているかどうかを確認できること、こういった、サービスを開発する必要があると考えております。しかしそうは言いましても、現状のオープンスタックでこのシステムが満たされているかというと少しギャップがあります。どういったギャップかというと、インフラ管理者側が複数の API の実行ログというものを閲覧できることに関しては、いろんなプロジェクトで強化されてきているんですけれども、下のお客様の立場ですね、テナントの利用者から、実際に設定したファイアウォールやセキュリティグループのログっていうのは取れているか、取れている機能、失礼しました、お客様からファイアウォールやセキュリティグループの、ログを採取するという機能があるかどうかということに関しては、まず現状ないですし、そもそもネットワークのパケットのログを出すという機能がありません。ですので私はここに集中して、まずネットワークのパケットのログを出すという機能を、開発するということで、ニュートロンで取り組んでおります。次に、リバティからこの開発を行ってきているんですけれども、リバティでどういったアプローチをしてきたかということについて、説明していきます。まずリバティでのアプローチなんですけれども、もともと私が提案していた内容としては、既存のセキュリティグループルール、ファイアウォールルールに対して、そのルールはログ設定を行うかどうかっていうフラグのような、フラグですね、フラグを指定させる方法で実現することを提案しました。ブループリント2つそれぞれ発行して、それぞれに例えばファイア左で言うとファイアウォールを作る際あるいは変更する際に、パラメータの中にロギングというパラメータを入れて、これの True False 切り替えることでログ設定を行わないというのを設定させるように、提案してきました。セキュリティグループも同様に、提案したんですけれども、こちらの提案をしたところ、実はセキュリティグループの API というのは AWS のセキュリティグループと互換性を持っておりまして、私の提案のように既存の REST API に対してカラムやデータベースに属性を入れるということで、その時点で API の非互換が発生してしまいました。ですのでこの既存の API を変更、拡張するというアプローチに対してはコミュニティ側から同意を得ることができませんでした。ですので、私の出した提案っていうことは、リバティではオープンスタックのコミュニティではある機能開発をする際に、必ずその機能に対して重要度、インポータンスっていうのは設定されるんですけれども、私の提案に関してはこの時リバティでは重要度っていうのは設定されないままです。ですので、
この経験を踏まえまして、三鷹に向けてどういったアプローチをしたかといいますと、現在三鷹に向けて、アプローチを、変えまして、やはりその既存の API に手を加えることがやはりコミュニティではコンセンサスを得られなかったというところですので、既存の API に手を加えずに新規にパケットログの採取を行うという API を提案しました。で、まだこのロギング API、名前はまだ仮称なんですけれども、こちらは、現在ニュートロンのチームと、ファイアウォールアザーサービスのチームのコアのレビューアーの方から、レビューをしていただいている段階でして、まだ設計段階ではあるんですけれども、三鷹に向けては、コミュニティ側で本機能の重要性というのをちょっと認めていただきましたと。ところでインポーダンスの方をハイに設定させていただくことができましたので、今後私はこの設計もう少しファイアウォールのチームとニュートロンのチームと協力して設計を繰り返していって三鷹でこの機能を取り込みたいと考えております。でそれでは、現在提案中のネットワークのパケットログの最初の API について、今から発表していきます。まず概要なのですが、どういった API かといいますと、ニュートロンのリソース、これファイアウォールやセキュリティグループというのを対象にしていますが、こういったリソースのパケットログ採取を行う API です。でこの API の、概要、簡単な概要なんですけど、まず大きくどのリソースのログを採取するのかっていうのを指定ができます。でこれをログリソースという新たなリソースを定義させていただいて、例えばファイアウォールのルールでしたり、セキュリティグループのルールでしたり、あるいはその今後拡張していくとして、例えば、ロードバランサーでしたり、そういったものを、指定する、リソースの種類を指定するものになっております。2つ目に、そのログに対ログの、設定の設定失礼しました、ログのレベルですね、インフォレベルで取るのか、デバッグで取るのか、そういったのを指定できる、ロギングドライバーというリソースを新しく提案しました。これで、ログのレベルでしたり、どこにログを吐くのかっていう、パスですね、そこの指定をできるようにしています。ちょっとこれだけだとイメージが湧きにくいと思うので、簡単な例を用意したんですけれども、ちょっとこれでも、もしかしたらわからないかもしれませんが、ちょっと説明していきます。まずはじめに今ファイアウォールルールのログリソースっていうのを定義します。定義した後にこのファイアウォールルールのログリソースに対してログレベルを何に設定するか、そしてログの出力先をどこにするかっていう指定をさせます。ロギングドライバーを作成するときにログレベルデバッグ、出力先をスラバーのログに吐く、出力するというふうな設定を行います。これが出来上がった後にログリソースに対して、設定ログの設定を行いたいファイアウォールルール、あるいは、今回の場合はログリソースにファイアウォールルールを設定しているので、ファイアウォールルールっていうのを複数指定することができます。こうすることで、設定したファイアウォールルールのそれぞれが、ログを取得する対象となって実際に、ログの採取が行われるというふうな、流れで、リソースを作っていきます。でまたこのリソースというのは、テナントに独立して作成できるもので、テナントごとにどういうルールをどういうログレベルでどんなものを対象にするのかということを指定させることを可能とした API になっています。でこのロギングの API なんですけれども、構成について説明します。で実際、ファイアウォールとセキュリティグループ、そもそもどういうふうなものを使って実現されているかということについて簡単に説明させていただきますが、構成としてはファイアウォールセキュリティグループっていうのは、セキュリティグループはコンピュートノード上で、IP テーブルズが、実際動いて設定が行われておりまして、対してファイアウォールに関してはネットワークノード上の、ネームスペースですね、
一つLinux のカーネルの機能なんですけれども、ネットワークネームスペースの中で、IP テーブルが動いているというところで、ファイアウォールというのは実現されています。でこの構成に対して、私の提案としては、一つ、ULogD2 という、パッケージをちょっと使いまして、ネットワークネームスペースの中で、プロセスを立ち上げて、動かしておりますと。でこれ、なんでかっていうと、今回ログの出力に IP テーブルのログオプションを使って実際にログを出力するっていうのを提案してるんですけれども、ファイアウォールの場合はネームスペースの中で IP テーブルが動いてるので、この中からホスト上のこの RSys ログ D に対して RSys ログ D に対しましてログを設定するときに、カーネルのアップデートに伴ってそこがセキュリティ上の理由で禁止されてしまっているため、一度 ULogD を使ってユーザー空間の方から直接 RSysLogD にログを出力することで、ネームスペースの中から外に対してログ出力を実現するということにしています。そして2つ目なんですけど、ログの保存先とログファイルの単位についてなんですけど、ログの保存先は2種類ありまして、ローカルホストで保存する方法と、指定者サーバーで転送するという方法があります。ローカルホストの場合でしたら、それぞれコンピュートノードとネットワークノードの中ローカルホストに、ファイルを出力することができます。またこの保存したログなんですけれども、これはテナントごとにファイルを分割しているため、複数のテナントが一つのログファイルで管理されることはなくて、テナントごとにそれぞれ独立したファイルで構成管理されています。管理することができます。そして2つ目なんですけれども、指定したサーバーにログを転送するというオプションも選ぶことができます。こちらの機能は RSys ログを使って実現しようと考えてまして、実際にセキュリティグループの場合でしたら、コンピュートノード上から指定したサーバーに対してログを転送します。ファイアウォールの場合も同様にログを転送します。でこの転送する際に使う経路ですけど、もちろん管理欄の方からログを転送します。そして実際にログを出力するわけなんですけれども、ログにどういった情報を含めるかっていうところも、この API では定義をしておりまして、実際にそのログを何に使うかというと、やはりトラブル調査ですので、トラブル調査としてはまずやはりどこのテナントに影響があるのかで、実際にそのパケットを見たときにどういった挙動をしたのかですね。例えばそのパケットが TCP をドロップしました、 HTTP をアローしましたっていうふうな、そういった挙動を確認できる情報というのを含める必要があるので、こういったタイムスタンプ、テナント、そしてログレベル、そしてリソースのタイプ、例えばファイアウォールルールでしたり、セキュリティグループルールでしたり、そして対象の ID ですね。例えばファイアウォールでしたり、セキュリティグループのそのものの UUID と。そしてイベントとしてはどういう挙動をしたのかですね。RO、TCP でしたり、Deny、HTTP でしたり。そして最後にペイロードとして実際、今回はその IP テーブルズのログを使って入っているので、その情報をそのままここに吐くというところで、ログを出力するようにしています。で今回、IP テーブルズを使って、ログを出力するということなので、ローカルホストあるいはその転送先のサーバーに出力されたら、ログが蓄積されます。そうすることでやはり従来 の IP テーブルズを動作させるよりも、それぞれのノードに対して負荷がかかってしまうことは明らかですので、このログを IP テーブルのログを使って出力するっていうアプローチがどのくらい性能に影響を及ぼすかということを調べるために、ちょっと簡単ではあるんですけれども、性能測定の方を行いました。今からちょっと性能評価についてご紹介していきます。性能評価に関してですが、まずVM を2つ用意します。1つは、パケットを、ここから投げるソースとなる VM を1つ立てまして、
目的地がこのウェブサーバー用の VM インスタンスです。でこの通信なんですけど、必ずルーターを経由して通信するっていう、イーストウエストトラフィックを行う。もう一つは、外部からですね、外部のテスト EXT って書いてあるあのマシンからルーター経由してウェブサーバーに届くっていう、ノースサウストラフィック。この2つのトラフィックで、スループットを測定するとしました。測定環境なんですが、以下のような環境になっております。それぞれの、データラン、エクスターナルラン、マネジメントランは 1Gbps でして、コンピュートノードとネットワークノードのスペックは、同じスペックとしています。でネットワークタイプは、VLAN を使っておりまして、ルーターは、レガシーの構成ですね。レガシーのルーターでネットワークノードでのみルーターが稼働しているという構成にしております。また VM ゲストに関しては、1コアで 2GB のメモリを使うという構成です。次に、測定内容についてなんですが、どういう条件で、性能評価を行ったかなんですが、今回、これが、先ほどの物理の構成図に対しまして、これを、論理的に表したものがこちらになります。こちらで、ファイアウォールとセキュリティグループのルール数というものを、2個、100個、500個それぞれにおけるスループットと CPU の使用率を測定しました。でそれらの場合においてそれぞれ、3つの状態で測っています。1つは、ルールに対してログ採取を行わない、つまり現状のままですね、アズイズの構成で、どうなるということ、これが基準となります。それに対して、ログ採取を行ってローカルホストに出力するパターンと、リモートホストにログを転送するという2つのパターンを比較しました。で、ここからこちらに向けて、転送する際に、こことここのルールを変更して、ここに関しては特に変更を行っておりません。全部通すルールにして、こことここに対して、ルールを増やしたときにスループットと CPU 使用率がどうなるかというところを測定しました。でこちらがスループットになるんですけれども、左のグラフがイーストウエストトラフィックの結果を表しておりまして、右側のグラフがノースサウストラフィックの結果を表しております。でまず左のグラフに注目してください。横軸はファイアウォールのやセキュリティグループのルール数を表しておりまして、縦軸はスループット、メガ BPS で表しております。そしてグラフのそれぞれ青色が、基準となる、元々の構成で、採取を行った場合、つまりログを取らない構成です。赤色が、ログをシスログでローカルにログを保存した場合の構成です。で緑が、R シスログを使ってログを転送したときに、どういったスループットが出たかという結果になっています。でこのグラフを見ると、どちらもそのログを取ってもログを取らなくても性能にほぼ低下はありませんでした。厳密に言うと少し落ちてるんですけど、1Mbps 平均で 1Mbps ログを取った時、ログを取らなかった時に比べて 1Mbps 落ちているということが分かりました。続きまして、その場合のネットワークノード上での CPU の使用率を計測しました。まずイーストウエストトラフィックの場合ですけれども、ログを出力を行わなかった場合に対して、行った場合だと使用率が 3% から 4% 上昇しておりまして、こちらはこの傾向はイーストウエストトラフィックだけではなく、ノースサウストトラフィックでも同じ傾向が出ております。ちょっとこれ失礼しました。で続いて、コンピュートノード上の、CPU 使用率の結果になりますが、こちらはネットワークノードに加えて使用率高くなっているんですけれども、これはVM をコンピュートノード上で動かしているので、その VM の分の CPU の使用率が加算されているため、増えています。ただやはり、青の
軸ですね、基準となるログを取らなかった場合に対して、ログを取った場合だとやはり CPU 使用率というのは 3% から 4% 上昇しているという結果になりました。では測定結果のまとめになるんですけれども、スループットに関してはログを出力しなかった場合とした場合にを比較した場合、平均1ミリ BPS の差というところでほとんど性能に変化はありませんでした。また CPU 使用率に関しては、例えば1000ルールの場合だと 4% 程度の上昇というところで、スループット及び CPU 使用率に関しては現在提案中 の、そのログを使うと、 IP テーブルズのログを使うということに関しては、許容範囲内かなと判断しました。最後に今後の取り組みについて説明していきます。今後の取り組みについてなんですけれども、まず三鷹に向けては今私の方で提案させていただいているネットワークパケットのログ採取機能の開発、これを三鷹で実現してしたいと考えております。三鷹での実現ができた以降でしたら、今回三鷹では、対象をファイアウォール、そしてセキュリティグループ、この2つをログ取得の対象としておりますが、今後、この2つだけではなくて、例えばロードバランサーでしたり、他のニュートロンのリソースに対してもログ取得ができるということを目指すために、対応リソースの増加を目標にします。そして3つ目なんですけれども、これが、冒頭でも少し説明させていただいたんですが、やはりお客様自身がこのログ入ったログをですね、実際に取得して、確認できるサービスの開発というのが最終ゴールとなってますので、こちら、こっちか、こっちですね、こっちの方の、開発というのをやって、自分たち出力したログっていうのを利用者が確認できる、そういったサービスを作っていきたいと考えております。以上で発表を終わります。ご清聴ありがとうございました。